皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。b r s t の新曲がついに発表されました。今日の代々木公演が終わったら、もしかしたらこの情報が入ってくるんではないかなと思って待機していたんですけれども、やはり今日この情報が解禁されました。b r s t ブンブンバックが 2023年2月13日にデジタルリリースされます。情報解禁に伴いまして、YouTube にてティザーが公開されています。今私はとても急いでこの動画を撮っているので、まだティザー映像1回しか見ていないんですけれども、それでもすごい興奮しました。完全にヒップホップに振り切っているビジュアルですよね。 また新しいビー b ワースト見ることができるんだなと。そしてあの話題になっていた BBB チャレンジのダンスをビーァーストが踊っている様子も見ることができて、本当にこのブンブンバックの MV を見るのがとっても楽しみです。 のこの楽曲はデジタルリリースということなので be first3 枚目のシングルの中に入る楽曲の1曲ということになるんでしょうかそのあたりもまた楽しみですね昨年 by good をリリースする際にはまず1月にブレイブジェネレーションを デジタルリリースして、3月にバイグッバイをデジタルリリース、4月にビトレイヤルゲームをデジタルリリース、そしてセカンドシングルのバイグッバイの発売は5月でした。もしまた同じような販売手法を取るとすれば、サードシングルの中の1曲がこのブンブンバックということになるのかなというふうにも思っています。ということは、またこれから 新曲が毎月のように続いていく可能性がありますよね。本当に楽しみです。私は今日本当に急いでこの動画を撮っているので、まだ他の情報を何も仕入れていない状況なんですけれども、取り急ぎ皆さんに b r s t の新曲が出るよということをお知らせしたくて、今日はこのお話をさせていただきました。2月13日、本当に楽しみです。 どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。